これ結構言うとまた炎上するのかもしれないけど、なんちゃって精神科医っていう人がいるんですよ。なんちゃって精神科医っていうのは精神科の研修などをほとんど受けずに、なんとなく精神科を名乗ってメンタルクリニックなどをやってる方ですね。もしくは心療内科と共謀してる人がいるかもしれないけど、よくあるのは脳外科とか神経内科の先生とか、あるいは普通の内科の先生とかもいると思うんだけど、ちゃんと精神科で研修した上でやるのはそれは素晴らしいことだと思うんですけども、ほとんどそういうものを受けずにやってる人がおそらくいる。この間私の友人がネットで上げてたんだけども、調子が悪いから睡眠薬でももらいに行こうと思ってメンタルクリニックを受診したらですね、10種類の薬が出てんですよ。初めて受診してちょっと眠れないんですって言ってるだけなのに10種類の薬が出てて、10種類薬が出るってもうその時点で精神科医じゃないですからね。その人どう見てもね、薬って1種類ずつ出さないとどれが効いてるかわからないから、基本的に1種類ずつ出すもんなんですよ。多くても2種類ぐらいでしょ、せいぜいね。逆に言うとたくさん出すってことはどういうことかというと、ちっとも私どれが効くか全くわからないので10種類も出しときゃどれか効くかと思うんで出しましたっていうのが10種類の処方の心理的な裏付けね。だから薬を出す種類が少なければ少ないほどそれは名医だと思います。精神科医じゃない人がその精神科とかメンタルクリニックを開業してるのではないかということを私は非常に疑ってます。そういうのに巻き込まれないようにするためにはどうすればいいですかっていつも言ってるんだけど、精神科専門医というのがあって、それは精神神経学会でちゃんと一定の経験を積んでるっていうことと、試験を受けて症例レポートまで出すんですごい面倒くさいんですよ。はっきり言って面倒くさいけど、基本的に精神科を標榜する人はほとんど持ってます。何年か一回更新しなきゃいけなくて、ちゃんとそのためには学会に一定の時間出席してですね、一定の時間そういう学会で勉強しなきゃいけないっていうこともあるので、それを持ってるっていう人はちゃんとなんていうか運転免許証と同じでね、きちんと更新してるんですよ。だから精神科における運転免許証か、まあ精神科専門医っていうふうに考えていただければいいですね。大体この精神科専門医っていうのを持ってるとホームページ上に必ず書いてあります。皆様がその病院のホームページを行った時に、その大体院長先生が、小さい面繰りだとドクターが一人で院長先生が診察してくれると思うんだけど、その院長のプロフィールがない病院には絶対行ってはいけませんね。それはね、何々大学を卒業して何々科に入って何々病院で研修して何々の専門医と何々の資格を持ってますみたいなことが必ず書いてあるのが普通なんですよ。だからプロフィールが書いてないってことは書けないんですね。もともと脳外科をやりまして、いきなりメンタルクリニックを開業しましたって書けないじゃないですか。なのでホームページにプロフィールというかね、書かれていない病院には行ってはいけません。